田村まさかショー at FM アバシリ。はい、火曜日10時を回りました、田村まさかショーアット FM 網走、今日も1時間お付き合いをよろしくお願いいたします。かけてるのはですね、ベーシックシーン3のアルバムから045安定っていうね、穏やかに始まっちゃいましたね。今日はね、なんかあの情報取ったら全国的になんか 秋模様みたいですね。本当にね、だんだん季節が変わっていってるなと思います。世の中は連休で、今朝はね、ゴミを出す曜日なんだけども、朝出しに行ったらね、見える範囲で出てる様子がないんだよね。あれと思って、一旦ごそごそ帰ってきて、ホームページを確認したりして、いやー、はたびはやってるはずだけどな、ね、資源ごみだけは休むけどやってるはずなんだけどなと思いながら、自信がないからね、まあいいやと思って、もう一回様子見やろうかな、ね、と思って、しばらく置いてたら、要はなんでしょうね、まあ連休ですから人の動きが鈍かったっていうだけの話だったんでね、ゆっくり起きて、ゆっくりゴミ出しをしてっていう感じだったんでしょうね。無事、生ゴミを始末できました。よかったよかったね、本当に。さて、最近ね、網走こその舞台もね、 お客さんがたくさん来てくれてね、それと何よりもね、その何だろうな、騒いだりなんだりする人がいないっていうのがすごくいいなと思ってね、みんなその試験を受けてきてるのかなっていうぐらいね、本当によく聞いてくれて、でまあ要はね、どうなんだろうな、僕のその打ち出し方も少しはこなれてきたのかな、それは分からんけどもね、それは分からんけども、まあ、本当にいい雰囲気で、まるでコンサートかのように、毎日毎日ができててね、すごい良かったな、そして、やっぱりね、物販なんかもね、やっぱりいいわけですわ、本当によく売れてるね。CD を買ってくれて、オカリナを買ってくれて、問題はね、そのオカリナだね、これね、オカリナがね、実はまあ香港のエージェントにたどり着いて、ちょっと前まで5000円のタイプを売っておったんですけどね、それがもうどうも手に入らなくなっちゃった、手に入らなくなっちゃったっていうか、その香港のエージェントは、唯一メールでやり取りしておったんだけどね、それがね、最後の消息が去年の10月ぐらいだったかな、実は日本に行くんですよ、ね、で北海道にも行くんですよっていうことをね、言ってきたから、じゃあね、まあ札幌に行くんだったらね、まあね、トリトンだとか、そんなもあるよって紹介したら、いや実は私お寿司大好きなんですつってね、それが最後の消息でさ、それから何があったのか全く連絡が取れなくて、じゃあ結局その製造元をたどれないかなと思っていろいろ検索してんだけど、それらしいものはあったんだけどね、まあいろいろ連絡が取ってみても、だいぶ仕入れ値が上がっちゃうんだよね。まあどうするかな、結局氷の値段を上げていくしかないのかなって思ったりしながらね、
ピアノを弾いててもね、ピアノくださいっていう人はいるわけないんだけども、オカリナの場合はね、オカリナをやってみたくなるんだね。まあそれは本当にいいことだから、そんな難しい楽器じゃないから、ぜひ皆さん、親しんでもらったらいいような気がするんだけどね。あ、そうだ、オカリナの曲をなんかかけれねえかな。あ、ちょっと爽やかなやつをやってみましょうか。ちょっと古いアルバムからですけども、パルマの朝。はい、聴いていただきました。一番古いアルバムでね、あれ2011年ぐらいだったから、出したやつでしたね。これをね、まあ、毎日のその舞台でそのアルバムの中から一曲をまあ紹介してんだけどね、まあね、知らない曲ばっかりやられてもお客さんもまあ退屈しちゃうかもしれないからね、自分ではまあいいと思っても、まあやっぱり一つの舞台で一曲かなと思いながらね、まあ全部自分のでやってもいいんだけどね、いいのかな、
や、やってみたらいいよね、一回やってみたらいいよね、それでみんないなくなっちゃうことも覚悟しちゃえば別にいいやってね、いろいろやってみたらいいよな、それで、まあ、一つの曲を、1年とか2年とか、言ったってもう何年もやってるわけだからね、それで、アルバムはどんどん新しいのが出てるし、新しい曲もいっぱいあるんだけども、そうやって一曲に何年もかけてたら、残ったやつを全部やるには、ね、200年とかかかっちまうのかなって、ね、思うよね。まあでもまあちょっとずつやってたらいつかそのなんか流れをつかんで一気に流れ出す時があるのかな、ね、あれおとついだったかな、3日前だったかな、まあここのところ本当に網走構想の舞台がすごく良くてね、CD もお金も順調に売れてる、ね、それはすごくいいんだけど、でそのおしゃべりの中にね、もしお客様の中にね、メディア関係 の、 そのプロデューサーあたりがいたら、ね、せいぜい使ってくださいと、ね、そうやって投げかけたところが、ある一人はね、NHK のなんか制作の方だったらしいですね、ちゃんと CD 買っていきましたよ本当にね、さあどんな展開になるやらね面白いですね本当に、まあやっぱり叱るべき人に押してもらってやっぱりものが、広がっていくんだろうな、そんな感じがしますよね、歴史が変わるのも叱るべき人がものを言って行動を起こして、変わっていくんだろうな、文明開化明治維新なんかにしてもね、叱るべき人がやって、まあ本当に今本当コロナでいろんなことが、まあ変わっていかざるを得ない状況になって随分困っちゃった人も多いんだけどね、本当にこれをやっぱりそれに、まあ、対応して適応していかなきゃ いけないですよね、私なんかはね、まあ、本当に運がいいっていうか、まあ、特に困ったこともなく、ね、これはまあ恵まれてるなと思いますよ。このエンタメ業界って言ったらいいのかな、本当に、これも本当にもうなんだろうね、生殺し状態だからね結局、どっかに依頼を受けてやってるような、ね、舞台をやってるようなケースだと依頼はもうないわけだから、たまたまだけども、まあ、私の場合は自分で勝手にやってる、しかも経費かけてないからね、本当によかった。それこそね、毎日網走こそでやってる時にね、つくづく思って、まあそれはもう舞台のおしゃべりでも言うんだけどね、こういう宣伝をしなきゃいかん、ね、宣伝をしなきゃいかんから、ギターだったらねストリートミュージシャンでやればいいんだけども、まあ、一応まあピアノもやりたいからグランドピアノ、まあ、グランドピアノじゃなくていいんだけどね、ピアノの置いてあるホテルを探してね、最初あちこち行きましたよ本当に、もう知床も行ったし、それこそ遠くは定山渓、ニセコ、それから旭川の層雲峡とか、阿寒とかね、いろいろ行ったんだけど、結局ねこれなんかやっぱりこれ巡り合わせってあるんだろうね、本当にうちから一番近いホテル網走こそがまあ一番いい環境だったわけだよね、本当に。それでピアノもね、なんだろうね、そのまあ、ほとんど使われてなかったピアノだから最初ねやっぱりなんかギクシャクしてたんですよね、それがねやっぱり毎日毎日弾いてやるとね、今最高のコンディションだね、本当にええ感じの音が出てますよ今はね。それとやっぱり決定的なのはね、そのホテルでまあ雰囲気を出すのにグランドピアノを用意してやるけども、例えば演奏のたびにその調律をするなんてことまではなかなかできないよね、それはね、本当によっぽどまあすごいアーティストが来るんだったら別なんだろうけどね、私ぐらいが行くぐらいじゃ調律なんかされない、だから僕はね時間があるときはさ自分でやりますよって言うんだけど、いやいやそれもとかね、
なんで遠慮するんだろうな、ね、別に金くれって言ってるわけじゃないのにな、何なんだろうね、まあ、そんなことがあったりして、結局やっぱり私だってね、その最高のコンディションでやりたい、できるならばね、まあ、一応調律も自分で やっちゃうわけだから、まあ、そういうわけで網走こそはね、とにかく毎日やってますからね、毎日調律してる、ね、だからこういうことって実はすごいことなんだよってね、どういうんだろうね、まあね、調律頼んだら、今グランドピアノだったら何ぐらい取るんだろう、1万5千円とか2万円とか言うんだろうかね、うん、調律をやってみて思うんだけど、グランドピアノの調律の方が高いってのは何なんだろうな、技術的に見ればグランドピアノの方がやりやすいんだよね、縦型の方がまあ狭いからやりにくいんだよね、だからグランドピアノの方が安くて、技術量で、だから縦型のピアノの方が高いとかね、まあ調律する方から見ればそんな感じはするんだけどもね、一般相場はグランドピアノの方が調律が高いってね、まあそうなんだろうな、うん、まあいいんですけど、別に俺は商売でやってるわけじゃないからいいんだけどね、さてちょっと珍しい、出来方をした曲を、聞いてもらいましょうかね、タイトルが食べたいな、これもね今ちょっといっちゃん古いアルバムから拾ってるんだけど、食べたいな、これはね、私の、育った町の、岡山の南の方に、玉野市ってあったんだけどね、そのまあそこから時々、日曜日になったらお出かけして岡山市っていう都会に行くわけね、そこに行ったらね、岡ビルっていうね、今でいうテナントビルの先駆けみたいなのがあって、そこへ行ったら何でもあるね、まあテナントを集めた、それが何だったかな、もう50周年かなんかで、岡ビルの歌を作ろうっていうんで、インターネット見てたらそれであったんだよね、詩はもう用意されてるから曲をつけてくれってね、それでその歌詞っていうのが、まあ、岡ビルに入ってるテナントでいろんなものがあって、それが食べたいなっていう子供のことなんだよね、まあ、それで応募したんだけども、見事何の相手にもされずに、まあそんなもんだけどね、それでただね、自分としてはなかなかこれオカリナに似合った曲だなと思って、一応その歌詞なんか使うのはもうちょっとね、もう借りてこないかんから、そんなのはもうめんどくさいから曲だけでいいやと思ってね、それで、タイトルだけなんで食べたいななんだろうなっていうことなんだけど、そういうことですね、食べたいなっていう歌詞があったわけですよ、もともとね、そういうわけで、かけてみます、食べたいな、
い、聞いていただきました。食べたいな。あのオカリナを始めた頃ね、なんか一気になんかあの活動の場が広がっていってね、これも本当運が良かったなと思ってね、そのまあギターとかそのピアノとかそれだったらこうは絶対ならなかったろうなっていう手応えを感じてますよね、本当にね。ね、それこそね、思い出すけども、そのあのオケトっていう町があってね、そこの森の奥で開催されるコンサートにね、ちょろっとオファーがまた聞きであってさ、でじゃあそこに何を持ってくって、ね、電子ピアノ持っていこうかって言ったら、いやいやそんなもん持っていけねえよって言ってね、それでギター持っていこうか、いやそんな普通のものはダメだって、ね、何がいいんですかって言ったら、結局尺八だとかね、そんなことをやったって言ってね、ああそうかって、ね、でふと思ったのがあのオカリナだったね。あれ懐かしいよね、あれ小さい頃からなんか知ってたんだね、あのブームってほどじゃないけどブームがあったのかね、私はね小さい頃からね家に転がってたそのリコーダーが好きでね、それを見よう見まねで自分で勝手に覚えて、やってたんだよね。それはもう小学校入る前ぐらいから、ね、やってたんだよね。 それでいやまあいろいろ思い出すな。それでやってたらね、その小学校入るじゃないですか。小学校入ったら、まずハーモニカをやろうっていう学校だよね。で俺としてはさ、ハーモニカよりさ、その縦笛リコーダーをやりたいわけね。それでリコーダー出したらさ、またそのもう先生が怒るわけよ本当に。まあ、それは言うこと聞かんから怒るんだろうけどさ、もう本当に音楽できれいになったな俺なまあ本当に、まあそりゃそうだよな、人と同じようにせえ、そりゃそうだよ、都合が悪いんじゃねえかってね思いますけどね、あ学校なんか行かなければよかったと思いますよね。勝手に生きてりゃよかったなと思いますけどね。いやまあめんどくさい人でした。さて、次はね、望郷バラード行きましょうか。これ望郷バラードね、この頃ってのはね、なんだろうね、その SNS に手を出し始めて、ミクシーかなんかでね、手を出し始めて、それで岡山の頃の仲間が私を見つけてね、そんなんで芋づる式っていうのかな、ね、そのまあまあ俺が生きてるとね、なんと北海道にいるとそういうことになって、じゃあまあとりあえずもう何かしようかっていうね、ちょうどまあきっかけはあれ最初あれだったな、そのそうそうそう、あの作陽の音楽科高校ね、高校に行った時の同級生でもね、さすがまあ音楽科っていう変わった学校だから、その俺も2年ダブってるし、同じように2年ダブってその道を変えてきた女の子がいたね。ね、まあそれ彼女がね、まあ死んだわけさ。ね、死んで、だからまあその一周忌かなんかやるのに、まあ岡山あたりでなんか集まろうかっていう話があってね、でよしよし、ほんならそういうことであれば、まあ懐かしいし、まあ行こうかね、じゃあまあコンサート形式で、なんかやろうかっていうことでね、行ったのがきっかけかな。でまあ私もね、その岡山の家はもうもうね、親が死んじまったからね、それは人に預けて、で東京出て、で東京の仕事で、まあ、北海道行けって言われて、そのまま若い頃に北海道入って、そのまま居ついてますからね。別にもう帰る理由もないし、で誰にも何も言わずに、別にその逃げてきたわけじゃないんだけど、里心もなく来ててこっちでまあ暮らして、何年も月日が経ってね、もう北海道が随分長いんだけども、でそんなのがまあ
うん、岡山に帰るっていう用事ができるようになってね、まあ、そんなんで、ああ自分にも里心みたいなのがあったんだなみたいな感じでできた曲だったように思うな、望郷バラード。それでいろん2人からが、まずこれも縁があって、あの歌詞を提供してもらってね、これは歌で歌ってもいいんだけど、まあ今日出すのはね、オカリナでやる望郷バラードを、かけさせていただきます。聞いていただきました、望郷バラード、ね、そのやっぱりね、その同級生あたりがね、やっぱり何ぼかその近所におったりして、近所というかね、そこら辺におったりして、やっぱりその岡山に結局何回コンサートができたのかな、2回ぐらいできたのか、で あとは遊びに行った時もあるし、それと地元のね、そのあれはね、あのフジテレビ系のテレビ局 OHK ってあってね、でそこで午後の番組があるんだね、情報番組っていうのかな、まあ
各局やってるけどもね、まあ、そんなところにね、コンサートの案内を、まあ、プレスリリースみたいな格好でね出しとったら電話が来てね、でじゃあまあ出てくださいっていう話になって、 それはねすごい良かったね。それとか地元のケーブルテレビだとかね、出させてもらって、そこら辺はまあ今でもそう映像もらったんだそれね、YouTube で出してるけどもね、まあ、北海道でもいろいろテレビにはねお世話になったけども、なかなかそのコンテンツはね使えないもんね、やっぱりね、版権みたいなのがやっぱあるからね、勝手には使えないから、それはもう こういうことがありましたっていうだけの話なんだけどね、まあ写真ぐらいはいいのかなと思うんだけど、まあいいんですけど、そういやこの間ねちょっとひょんなタイミングでね、札幌の難波健さんのテレビを撮った時のそのディレクターっていうかカメラマン、まあ、プロデューサーもう全部一人でやってるから、どうやって言うか、まあ本当は映画監督、映画を作りたい人がね、その人からまあ情報が入って、ナレーションできる人いないかって言ったら、ああ俺やってみたいなって言ったら、でまあ一応なんとか喋れる人じゃないとダメだっていうかね、そのあって、だからそれ聞いてみたら、その CM テレビコマーシャルのナレーションの仕事でね、でたまたま、ギリギリではあったけども、その一応スケジュールも取れたんで、あじゃあ行きますわっつって行って、でまあね、CM のナレーションを やらせていただいて、あいい経験だったよねそれはね、本当に。あらまあこういうのはまあいろんな縁があってやるんだし、でその札幌の杉庵っていうねカメラマンって言ったら、まあカメラマンでいいや、ね、杉庵とも本当、何年ぶりに酒飲んだのかな、5、6年ぶりだよね、楽しかったなそれもね、ことにで飲んで、またそれでまあ彼の生き様なんかもね見てると、まあいろんなところでその番組を撮りに行ってるから、いろんな地方の人と、まあ人懐っこい人間だからね、やっぱりいろんな地方にはまり込むんだよねやっぱりね。でじゃあいろんな町のその力になりたいっていうのもあって、まあ育ちのいい人間だからね、やっぱりなんかやってやりたいんだね本当にね。でそんなこと聞いてるとね、ああそうかそうか、じゃあっていうのがね、そのいろんな町でその盛り上げたい、地元の人は漏れなくっていうか、ま、みんなやっぱり思ってんだよね地元を盛り上げたい。ところがね、小さい町っていうのはなんていうかな、ものすごくなんか、一つが目立つと目立ちづらいみたいな、なんか変なバイアスがあって、例えば隣の町と手組むだとか、自由にやったらいいのになっていうのは、それは札幌から全体を見てるとやっぱりそう思うんだけど、それがなかなかうまくいかなくて、なかなかその総合力が出ないね、だからまあ難しいとこだなっていうのがあって、じゃあ そしたらね、一回そのね杉谷のその思いっていうのをさ、まあ、彼も忙しいからね、本当に大体いつも朝方まで編集作業やって、それから寝て、そんなリズムだけどね見てたら、まあこのラジオでもいいから、それで思いを喋ってもらって、それでそれを叱るべき人につないで、例えば網走からその町おこしみたいなのが実現できたらいいのかなって、その酒飲みながら思ってね、で電話でもいいからつなごうやって言ってんだけど、火曜日の10時ってどうなんだろうな、今寝てんだろうね本当ね、寝てんのかね分かりませんけどもね、うん、まあいつか実現したらいいよね。それで、網走からなんかそういうことを、要するに周りのねの町も巻き込んで、盛り上げていくようなことができればね、なんか要は みんながその、メリ利得があってやっていけるような気はしますけどもね、そんなことも、思ったことでした、ね、いろんなところに行きゃ、まあ、いろんなまた
縁が出て、ね、いいわけですね。さて、あ、じゃあね、もう今日はこの古い、いっちゃん古いアルバムをなんかごそごそやってみましょうかね。ゆったりという曲です。本当にゆったりした曲です。聴いてください。はい、聞いていただきました。ゆったりという曲でした、ね。古いアルバムですけど ね、まあ、時間かけて古いアルバムを何年もかけて、口伝えで宣伝して、新しいアルバムはいつになるんだろうそんな感じがしますけどね。まあまあいいんです、そんなことはね。本当に、もう一個いきます。F スプリング、これはねもう しょっちゅうかけてます。なんかこの、感じが好きでね、まあ、短い曲です。 F スプリング。
はい、聞いていただきました、私もまあお気に入りの F スプリングという曲ですね。オカリナの魅力っていうのは一つは音色ですよね。この音色なんでこうなんだろうっていろいろ考えてみたら、2つぐらい気がついたことがあって、全ての管楽器っていうのはどっかの面で少なくとも左右対称になってるってね、整った形をしてるんだけど、オカリナだけが唯一どこから見ても歪んでるんだよね。なんか拾ってきた石みたいな、そんな感じの楽器で、それとあと特徴なのが解放された管のスタイルじゃないってことだよね。まあ、空洞に息を吹き込んで鳴らすっていう格好。そうなるとね、空洞、うん、そうだな、うん、そうそう、だから丸い音が出るのかな。それとあとそのいびつな格好をしてる関係がこれ影響してると思うんだけども、唯一管楽器で倍音が出ないね。リコーダーなんか経験ある人は分かると思うんだけど、ちょっと強く吹くと1オクターブ上なりね、1オクターブ半上なりね、音が出るわけですよ、ね、その高い周波数に共鳴が集中するっていうかね、そういう反応があるんだけど、いびつな格好がゆえにだと思うけども、高い音が出ないんだよね。じゃあ音階を作るのは指が10本あって、穴がまあなぜか工夫したんだろうね、12個あるんだけどね、12個の穴をどうやって押さえんねんってね、実は、そのうちの2本の指は2つの穴を担当するようになるっていうことなんだけどね。まあそれともかく、単純に塞げば低い音、穴を開ければ高い音が出る、それだけの変化なんだよね。だから音域的にはね、まあちょうどまあ一般的な人の声の音域と同じぐらい、1オクターブ2オクターブまで出ないんだよね、2オクターブにちょっとかけるぐらいの音域なんですよね。だからまあ音域が足りないっていうことも結構出てくるわけで、ただまあ歌物だったらいいんだよね、うん、そうそれでね、オカリナをやりだして、まあ、舞台が増えて、ね、オカリナがあったからその、ね、まあ、ピアノやギターに比べて伝わるものがあったんだろうね、まあ、それ舞台も増えて飯食えるようになったような気はしてるんだけども、これね本当にお客さんにいいヒントもらったんだけど、その本当5年ぐらい前の話ね、網走構想で熱心に聞いてくれる男性のお客さんがいてね、その関西弁のおっちゃんだって明らかに俺より年下の人なんだけど、それで、お客さん、そのここに CD ありますからって言ったらね、そのお客さんね、もう開口一番 CD いらんってそれ全然悪気はないんだよね、まあ、だけどそのお客さんが言ったのはね、そのオカリナなんぼよって分けてくれみたいな感じだったよね。あ、そうかそうか、オカリナっていうのはそういう身近に感じられる楽器なんだな、じゃあなんとか販売できないかなと思って今販売するに至った。だからその人のおかげで私の売り上げは相当変わってますよ本当にね。まあまあいいんだけど、それでオカリナを売るってことになるとすごく大きい問題があるわけだね。結局市販されてるオカリナっていうのもね、かなりの確率で音程が合ってないわけですよね。でね、これはとても残念な話なんだけども、まあ一応ね整形はするんだろうけど、やっぱり焼き上げるとね、だいたいピッチは低いですよ。市販されてるオカリナはね、ピッチが低い、かなり低い。だから例えばまあ何かの伴奏を使うっていう場合はもうめちゃくちゃ音が合わない。そしてあらゆる管楽器、まあ、フルートにしてもね、それこそリコーダーにしたってそうなんだけど、その首を抜き刺しね、刺す塩梅によってピッチを微妙に変えられるんだよね。だからそういうことができるんだけど、オカリナはね、なんせ陶器だから、まあ
私もね、一回ね、そのピーチが変えられるような構造を考えて、やったことあるんだけどね、それは、まあ、結局もうピーチは固定するものだ、それと、まあ、吹き方によって多少のかなり の、 その調整が効く楽器ではありますからね。だからまあ結局その、オカリナをもし売るとなったら、要するにまあタムルから買ったらインチキだったって言われるのはやっぱり悔しいからね、やっぱり、ちゃんとした演奏ができる、や安いのは出したいけども、安くたって演奏ができるやつ出したいからね。ほんで調律を覚えて、まあオカリナの場合調律とは言わんかもしれないけど、まあ要はピッチを合わせる加工をするわけですよね。穴を低音から徐々に上げていって、それで、それでそこにそこで肝心なのが聞き、周波数を どの周波数で合わせるかね。クラシックの人たちはかなり高いピッチで合わせるんだよね。442だとか、443だとか444だとかね。だからもうそんなことやったらね、もう勝手にやってろみたいな感じがするの、僕らはね。本当に一般的なそのポピュラーミュージックの世界で、標準的に使われているのが 440Hz のピッチにの音なんだよね。なんでその、まあ、世界標準に合わせないのかなって、ね、まあ、ちょっとでも高いピッチにすると張った感じがするからね。やっぱりそれがその狙いで仕掛けたんだと思うけどもね、勝手にやってなさいよって感じしますよね。本当ね、普通にやればいいじゃないのってね、思いますけどね。まあ、というわけで 440Hz、ね、だからいつだったかな、そのどっか地方に行った時にその、どっかよその教室に通ってる人なんだろうね。まあかなりオカリナには経験があるみたいでね。それでこれ 440Hz なのってね、お金は買おうとしたんだけど、いや私442だからねみたいな言ってから、いやいいよ別にそんな思ってな、うん、まあいいんだけどさ、本当に、ね、なんで442なんかするんだろうね。440でやっとけばさ、みんなね無条件で会っていくのになと思いながらね、思ったもんです、ね。でまあそのオカリナの調律もやれて、できるか。今度あれだね、そのもうオカリナのその安いやつがもう仕入れられなくなった、なったら高いやつでもいいのかな。まあそれは試みです。まあ売れる数はまあもちろん減っちゃうだろうけど、やってみたらいいよな。それこそ調律を請け負うだけだってそれは価値なんだからね。例えば5,000円にするか1万円にするか、そういうことだけ。オカリナを手にした人はほとんどの人がその問題にぶち当たってると思うからね。それはね、みんな困ってると思うよ本当に。そりゃ、ね、ピッチ合わないんだからね。それがあんたの技術のせいだって言われて泣いてた人もいるわけだからね。悩んで本当に。それは楽器のせいだから本当にまあいうわけでね、まあそんなこともあるから、そういうことも打ち出してみたらひょっとしたら利用できしたいっていう人もいるのかな。これはまあもう商売とかそんなんじゃなくて、そういう人たちをまあ救ってあげるっていうかね、そういう、こともいいのかなって気はしますよね。まあせっかく覚えた、まあ、技術っていうわけないけどね、もう1曲ぐらいかけておきましょうか。これもねお気に入りの曲なんですよ。いっちゃん古いアルバムに入ってたバンカー、聴いてください。
はい、聞いていただきました。バンカ、オカリナをやってるとね、その肺活量がどうのこうの、時々ね心配そうに聞いてくる人がいるんだけどね、肺活量でもないんだよね。これあの息のやっぱり出し入れの息がなんで足りなくなるかって言ったら吸えてないからだよね。でなんで吸えてないかって言ったら吐き切れてないからだよね。これそんなこと言ったらね、あ、私水泳やってましたからそんなこと言ってましたよって言ってね、ね、まあ共通するものなんだろうね。だから効率のいい使い方して、だから結局ね、あの北見の教室でね、まあ男性の、あの受講生が いてくれて、まあこの度ねちょっとあの娘さんの事情で、というか今度札幌にもう転居することになって卒業されちゃったんだけどね、その方がね、タバコの吸いすぎで肺がんになって、その肺を取って1年かけて復帰した時にね、もう感動的だったんだけど、その肺活量めちゃくちゃないわけでね、ないのにねやっぱりちゃんと吹けるんだね。もう感動しましたよ私はね。だからまあ、うん、また札幌行ったら会えるなと思ってね、思ってるんですけどね。まあ、うん、やり方があります。それこそあのピアノでね、指が1オクターブ届かないような人もね、それでも弾けるんだよ。アルペジオにはなるけどもね、それはもうその人の個性でいいんじゃないかなと思いながらね。さて、なんかもう時間になっちゃうんだな。もう一曲かけながら終わりにしましょう。夏の終わりのセレナーデをかけながら。これもね一時ね気に入ってて随分押したんだけどね、もう一回これ編曲し直したらいいかなって、途中ね間が少し空くのがあって、それがちょっと、手持ち無沙汰っていうかね、見せるものがないっていうね。まあまあいいんですけど、夏の終わりのセレナーデを聞きながら、今日もね1時間付き合ってくれた方本当ありがとう ね、いいことあるよきっとね。そういうわけでまた、来週もやります。そして明日はね、ここの10時の帯はね、それこそもう定着してくれてると思うけども、明日は FP トモローさんですね。10時からのオッサンズの帯、大事にご引きにお願いいたします。それではまた来週、ありがとうございました。